香川県によりますと、今日午後2時50分、殺処分されたおよそ10万3000羽のニワトリの埋却と経営の消毒など一連の防疫措置が完了しました。養鶏場から半径10キロ以内にある85の養鶏場では現在もニワトリや卵などの移動搬出制限が続いていますが、今後は今月20日の検査で陰性が確認された場合、25日に搬出制限が解除されます。 また、そのまま新たな発生が確認されなければ来月2日をもって移動制限を解除した上で消毒ポイントも廃止し一連の防疫対応を終えることにしています。